HIV 感染者であり、同性愛者であることを公言しているジャンリュック・ロメロ、パリ市内の事務所にて、2005年9月パリのゲイパレードの戦闘。左端が、イルド・フランス地域県議会のジャンリュック・ロメロ議員。2005年6月25日ジャンリュック・ロメロは、初めて HIV に感染していることを告白した、フランスの政治家である、作家、ゲイであることを公言。 国民運動連合所属、ゲイルドフランス地域兼議会議員。市民政党、今日、別のあり方で代表。1984年5月、ロメロは、ユベールとパリのゲーバーで知り合い、パリ9区のアパルトマンで、同性生活を始める。恋人、ユベールとロメロは愛を深めてゆき、お互いが格べからざるを得ない存在になった。しかし、 ロメロは1993年に HIV 抗体検査で自身が HIV に感染していることを知る。エイズ発症を防ぐための治療をロメロは始め、ユベールにも検査を進めるが拒否された。その結果、1994年にユベールはエイズを発症して休止する。ロメロは HIV に感染していることはカミングアウトしていたが、自身がゲイであり恋人を エイズで失ったことは明かさず、政治活動を続けていた。2000年10月にゲーム家の週刊ニュースが、ロメロの性的思考を暴露したことをきっかけに、ロメロは自身が同性愛者であることを公表し、ユベールとの関係も告白した。ユベールとの思い出については、実著の中で詳しく綴っている。ありがとうございます。